メスアレクサンドラトリバネアゲハあるいはアレキサンドラトリバネアゲハは節足動物門昆虫校長目アゲハ長科に属する蝶の一種世界最大の蝶として知られている種商名はアレクサンドライギリス王妃への県名で和名もこれにちなむ命名記載したのは英国ロスチャイルド家の第三代当主ウォルター・ロスチャイルドパプアニューギニア東部の卸州の限られた場所に 分布している。メスの翼長は最大28センチメートル以上になる。ただし羽全体の面積では、ゴライアストリバネアゲハニヤヤを取る。オスはメスに比べて小さいものの、メタリックブルーの美しい色彩をしている。メスの羽は暗い黄色と茶色が混じった色彩。羽の形は、オスは楕円型に近い形で、X 状に広がった特徴的な羽である。メスは、 オスよりも羽形状に丸みを帯びる。日中に活動し、ハイビスカスの花を吸密する。幼虫は体長が12センチメートル以上にもなる巨大な芋虫で黒い体に猛状の突起が布設ごとに発達し、中央がオレンジ色。馬の鈴草かの植物を食べるが、メスは食草に1個しか卵を産まない。幼虫も体が大きい分、食欲が激しく。 緑の葉の枝を幹ごと切り落としてしまうことがあり、これによって幼虫同士が競争して潰し合い、増えすぎるのを防いでいると言われる。しかし、この独自の生態が口実する種の危険に皮肉にも作用している。食草の毒が強くなる時期もあり、その時には幼虫が集団で死亡するという現象も見られる。本種が発見されたのは1906年とされ、 高いところを飛翔する本種を捉えるために小型の散弾銃を使ったと言われる。世界一の蝶だけあって人気が高くそのために乱獲され、現在はワシントン条約によって取引が禁止されている。現在でも悪質なコレクターによる最終の手や現地人による密漁が問題となっているが、最大の危機要因は生息地の乱開発である。 生息地の熱帯雨林の伐採と食草と生活場所を奪われたことが激減に拍車をかけてしまった。保護対策は行われておらず、このまま森林破壊が続くと数十年以内の絶滅が懸念される。おすめス。ありがとうございます。